宮城県立工業支援学校は、宮城県仙台市泉区南中山5丁目にある、県立特別支援学校である。知的障害を主な教育領域とする。知的障害児を主な教育対象とする。学区が定められており、仙台市青葉区全域及び、宮城野区、若林区、泉区の各区のうち、国道4号仙台バイパスより西側に居住している、児童、 生徒等を対象としている。このため、仙台市周辺部では、本校をはじめとして、知的障害を教育領域とする特別支援学校1校あたりの児童生徒数が過密状態となっている。児童生徒のひっ迫対応として、2013年度より小学部3.4年生の一部を分割して、町名が丘分教室を開設、2014年度には、 小学部そのものを別途対応とした。仙台市大白区全域と若林区のうち、国道4号仙台バイパスより東側に居住している児童、生徒は宮城県立名取支援学校。仙台市宮城野区、泉区の各区のうち、国道4号仙台バイパスより東側に居住している児童、生徒は宮城県立リーフ支援学校が、それぞれの学区校となる。 ありがとうございます。